今日から？なんだか調査に進展があったみたい。進展ってどんな？中央には東の大陸についての情報がなかったんだけど、シャリーちゃんたちの調査をもとにソウルさんが作った資料を送ったら、ファーブ村に興味を持ったみたい。今更ですか？遅くない？うん。でもお役所っていろいろと手続きとかあるから、ごめんね。ああ、いえ、エスカさんを責めてるわけじゃないんですけど。とにかく今、中央では歴史学者さんがある仮説を立ててるんだ。それを裏付けるために、改めてこの地域の調査報告が欲しいんだって。歴史学者さんですか？うん。前時代文明の研究は黄昏の研究につながるって。ちょっと待ってください。黄昏って自然現象なんですよね？それがどうして人の生み出した文明と関係しているんですか？それは黄昏は自然現象じゃないかもしれないってことですか？私にはわからないから、ソウルさんに聞きに行ってみようよ。おお、元気そうじゃねえか、二人とも。絶好調ですよ。それよかったな。ソウルさん、中央からの連絡が来たって。ええ、目下我々が取り組んでいる水枯れについてのことで。中央はなんて？ファーブ村ではまだ水枯れは起こっていないんでしたね。はい、潤沢ではないですけれど困ってはいないみたいです。中央が着目しているのはまさにそこです。地域による黄昏の進行度の違い、その理由を明らかにすることは黄昏の原因へとたどり着く鍵になります。でもそんなのどうやって調べるんですか？町の水源管理装置とこの地方に点在する水源、その調査報告を比較するの。それが偉い歴史学者さんの仮説を立証する手助けになるってわけか。ええ、ただまだ検証段階に過ぎないそうなので過度な期待は禁物ですが。それでも水枯れの原因に少しでも近づけるなら私たちが調べなきゃ。うん、今は少しでもできることをやらないとだよね。頼もしいじゃねえか。そこでお二人には各地の水源を調査していただきたいのです。どんな小さな情報でも構いません。できる限り詳細にお願いしますよ。任せて。これがシテラの村を救う手がかりになるなら。ううん、だって私の村だけじゃない、ステラードもだよ。なんだか楽しそうだったね。ステラにロッテ、あいつらもやっと一人前の顔つきになってきたな。水なら中央式の技術で作り出せる。おお、これがあれば水不足問題って解決しないかな。確かに、これってすごいことじゃないですか。それは無理。一度に大量に作り出せるわけじゃないし、原料だっているから。結局原料は見つけ出してこないといけないわけだから。やっぱりダメですか。
世の中そうそううまくはいかないもんだね。もう随分たくさんの調査が終わりましたね。そろそろソウルさんに報告に行こっか。調査お疲れ様です。早速情報の精査に入らせていただきます。よし、それじゃあ私たちはどうしよっか。お前らには別に頼みたいことがある。ラウルさん、頼みたいことですか？ああ、キースグリフ・ヘーゼルダインの行方を探してもらいたい。キースグリフさんをどうして今さら？実はキースグリフ・ヘーゼルダインは中央では第一級の犯罪者なのですが。は？最後まで聞けって。水源管理装置の一件による町への貢献が認められ、このステラードでは自由が保障されることになりました。あのキースグリフさんは一体どうしてお尋ね者なんですか？簡単に言えば古代遺物の破壊行為が原因です。錬金術研究の重大な妨害を行ったとされています。でも凄腕の錬金術師なんですよね？ええ、ですから彼の罪をはっきりと特定することは非常に難しいようです。ただし研究対象である遺跡や遺物を恣意的に破壊する行為は一般的に見て犯罪行為に当たるんですよ。わかるような、わからないような。ともかくキース氏は黄昏の真実に最も迫っている人物と言えます。中央が彼の行動を一部とはいえ認めたならば、それに頼らない手はありません。キースさんに協力をお願いするのはいいとして、なんだか勝手な言い分な気がするな。勝手でも何でも水枯れのことはどうにかしなきゃならん。使えるものは何でも使えだ。組長の言うこともわかるんだけど。ねえロッテ、黄昏を何とかしたいのは全員同じだと思うの。今ステラードと中央はやっと目的が一緒になって、本当に少しだけど手を取り合おうとしてる。私たちがその先頭に立って引っ張っていけばいいんじゃないかな。まあステラがそう言うなら、不良の錬金術師を探しに行こっか。さすがロッテ。ソウルさん、私たちキースグリフさんを探します。ちょっと待ってください。彼の足取りについて残念ながら。紹介にでも行って聞いてみろ。会長さんが何か知ってるかもしれないからな。キースグリフ・ヘーゼルダインの行方だと？そうです、ペリアンさん、キースさんが今どこにいるか知りませんか？私が知っているわけなかろう。犯罪者の行方などスラグの涙ほどの興味もない。そんな。東の大陸ではないでしょうか？え？少し前にキースグリフ氏が紹介を訪れた際に、ファーブ村の遺跡に興味があるようなことをほのめかしていました。ファーブ村の遺跡？はい、伝承などについても調べていたようですが、詳しいことは申し訳ありません。そんなことない、ありがとうリンカさん。行こうロッテ。うん。シャリーよ。お前も東の大陸へ？一体何のために？そりゃステラードやステラの村の水枯れを何とかするためにですけど。伏せる母を置いてまでお前がしなくてはいけないことか？それは分かりません。でも母さんは私に後悔しないようにっていつも言ってくれます。母さんの病気は私には治せない、治してあげられない。ならせめて後悔なんてしてない私を母さんに見せてあげたい。
今、私にできるのは、それだけだから。ナディはそれで満足しているのかね？私は、そう信じてます。そうか。ならばいい。気をつけて、行ってきたまえ。東の大陸の伝承？はい、ユリエさんはいろいろなところを旅しているから何か知っているかなと思いまして。東の大陸はずっと未開だったからあまり詳しくない。ああ、そりゃそうだよね。でも古い言い伝えなら聞いたことはあるかも。どんな言い伝えですか？東の大陸には水の精霊たちの王がいる。水の精霊、姿は表さないけど水のあるところには必ずいる。その精霊たちの王、水の精霊たちの王様、黄昏と関係があるんでしょうか？言い伝えだから本当かどうかわからない。東の大陸のどこで会えるんだろう。さあね。おーい、二人のシャリー、ちょっといい？師匠、どうしたんですか？うん、ちょっとお願いがあってね。お願い？実は東の大陸に精霊の祭壇って場所があるのよ。ファーブ村の北らしいんだけどね。私をそこに連れて行ってくれない？それは構いませんけど、どうして？精霊の祭壇にはね、水の精霊たちの王がいるんだって。東の大陸は水が潤沢だって言ってたけど、私はその水の王様がいるからだと睨んでるの。きっとこの町の水枯れについても何か知ってると思うんだけど、どう？確かに水の王様なら水に詳しいはずですよね。ウィルベルさん、すごいです。まあこのくらいは当然よ。でも師匠、いつの間にそんなこと調べたんですか？東の大陸に行った時とかに決まってるでしょ。あんたたちが水枯れについて情報を集めているように、私も精霊について調べてたってわけ。ほえー、すごいですね師匠。何がほえーよ、当たり前よ当たり前。あら、お二人とも、その様子ですとまだ生きていらっしゃいますのね。ローゼミアさん、お忙しそうですわね。そうなんですよ、中央のお役人さんたちって人使い荒いんですよね。東の大陸に行ったり水源の調査をしたり、遺跡へ行ったり、黄昏の海を走り回ってるみたいですよね。まあ、では休憩がてら黄昏の海に関する少し面白い昔話でも。昔話ですか？ええ、黄昏の海に浮かぶという夢とも幻ともつかぬ遺跡の言い伝え。なんかワクワクするね。そうでございましょう。その遺跡にはカゲロウの城という通り名がございますの。カゲロウの城。トレジャーハンターや探検家たちのつけた俗称ですから無理もありませんわ。どうしてそんな名前になったんですか？あら、カゲロウ、稲妻、水の月、形は見えても決して人の手ではつかめないものの代表ではなくて。よくわかりません。カゲロウの城はこの黄昏の海のどこかにあると言われているのですけれど、その具体的な場所はわかりませんの。確かに存在はするけれど
まるで詳しいことがわからない幻の遺跡なのですわ。それ存在するってどうしてわかるんですか？どうしてでしょうね。もしご興味があるなら、この広い広い黄昏の海を見渡せるような場所から探すのが良いでしょうね。それって高い場所ってことかな。あ、それとお二人とも。はい。もし困ってしまったら耳を澄ましてみることをおすすめしますわ。え、耳を？ええ。もしかすると不思議な歌声があなたたちを助けてくれるかもしれませんから。さあ行くわよ。いざ精霊の祭壇。師匠張り切ってますね。ここで私が張り切らなくてどうすんのよ。まったくです。ロッテ、それじゃ弟子っていうより、なんていうか…はははは、随分と賑やかですな。あ、手おじい。すみません、おじいさん。いつも乗せてもらっちゃって。ははははは、何気にすることはありません。今回の目的地はどこですかな？精霊の祭壇よ。水の王に会いに行くの。何ですと？どうしたの、手おじい。嬢様、水の王はこの黄昏の海を生み出したといわれる近畿の精霊なのです。あまたといる精霊の王たちの中でも特に強大な力を持つそうじゃ。そんなにすごいやつなんですか、手おじい。どうしてそんなこと知ってるの？わしが幼子の頃、ルギオン村にはまだ東の大陸との交流が残っておりましたからな。東の大陸の水はその水の王が司っておったそうじゃ。そうだったんだ。東の大陸では精霊の話は珍しくないのね。安心してみんな、私は火の王や風の王とだって契約してるの。え？師匠ってもしかしてめちゃくちゃすごい人なんじゃ？あれ、言ってなかった？ま、そういうわけだから水の王とだって契約してみせるわ。さすが師匠。それじゃ張り切っていきましょう。ここが精霊の祭壇ですか。とうとう来ましたね、ビルベル師匠。無理だわ。え？私の手には負えない。すごい力。それにすごく怒ってる。水の王さんがこの近くにいるんですか？この先よ。でもこれ以上はいけない。戻りましょう。ここは危ないし。ここまで来たのに諦めちゃうんですか？それでいいんですか、師匠？私もバカじゃないからね。無謀なことはしないの。そんなの師匠らしくないですよ。目の前で水の王に会ってもいないのに。うっさい！魔法使いじゃないあんたに何がわかんの？追いかけなきゃ。うん。師匠、やっと見つけた。シャリー、師匠ったら黙って帰ってきちゃうんだもん。びっくりしましたよ。
でもすごいですよね、精霊の祭壇。本当に精霊が出てきそうな雰囲気で。あ、出てくるのか。あの、ウィルベル師匠、精霊との契約ってどうやるか知ってる？いえ、難しい呪文とかあるんですか？ううん、純粋に強さを見せて相手より契約者の方が格上だって分からせるのよ。結構強引なんですね。それだけ聞くとそうかもね。実際は強さって言っても力、心、魔法、そういう総合的な強さなの。器って言い換えてもいいわ。器、ごめん、怖いの。あんなに強い力を持つ精霊、今まで見たことがない。会う前から圧倒されちゃって、最初から器で負けちゃってる。私そんなに真面目じゃないけど、魔法に関してはそれなりに頑張って修行してきたつもり。でも全然違った。こんなちっぽけな私じゃ水の王とは契約できない。無理なのよ師匠。本当に無理ならやめたっていいと思う。ただ何もせずに諦める人じゃないって知ってます。きっとウィルベル師匠に実力があるから水の王に勝てないって分かったんだと思うんです。私はそうやって自分のことを外から見たりできないから、高望みして失敗して逃げて、そんなことの繰り返し。シャリー、でも最近は分かってきました。一歩ずつ進めばいいんだって。ゴミ拾いから始めて、なんとか錬金術も覚えて、いつの間にかステラードを出て東の大陸まで行ってる。そんなのちょっと前の自分からは考えられないくらいすごいことなんですけど、全然実感はなくて、結局まだまだ自分のことは分かってなくて。でもちょっと分かりかけてはいて。何それ、めちゃくちゃじゃない。すみません。でもウィルベル師匠は自分のことをちゃんと分かっているじゃないですか。分かった上で水の王にはかなわないって思うなら、それはきっと正しいと思うんです。今じゃなくてもいいんですよね。水の王との契約はいつだってできます。一歩ずつ進んで強くなって、それでまた挑戦すればいいんですよ。どうしてこんな時だけまともなこと言うわけ？普段はまともじゃないんですか？全然ね。もういいわ、わかった。師匠？私もね、自分のことなんて全然わかってないの。ただ水の王の気配にビビっちゃってここへ逃げてきただけなのよ。うん、契約できるかできないかはやってみればわかるわ。一緒に来てくれる？シャルロッテ。はい。師匠、大丈夫ですか？ベルベルさん、気をつけてください。大丈夫よ、任せて。水の王、私の声に応えて。そうは去る。お願い、水の王よ、私にその力を貸して。水の力、すなわち我が命の源泉求むるなど、あまりに愚鈍。
清き流れをむさぼりけがし、なおも絶えぬその欲望の泉、枯れ果てるまで貴様を食い荒らすべし。師匠、私はこの地のすべての生命の従者にして、善なる力をこの身に宿さんとする者。濁流のごときその力、我が席を持って受け止めん。我が怒りを知れ。木屑となれ。ダメな影が胸を突き刺す。嘆き悲しむのはもう十分だよ。何だぞ。変わってくれ。なる。痛みに負けようしれず。
けはよろしく。さあガンガン行くわよ。修行の成果見せてあげる。疾風怒涛の剣撃。お前らにはもったいないな。修行の成果が出たみたいね。そが器、我が記憶を受け止むるに足るか。え？ウィルベルさん、師匠、ウィルベル師匠。契約は成立した。だってせき止められ汚れ腐りウィルベル師匠。大丈夫よ。契約できたみたい。本当ですか？うん。あんたのおかげでね。本当助かったわ。そんなことないですよ。ベルベルさん、平気なんですか？うん。ごめんね、逃げたりして。呆れた？そんなことないです。そ、ならいいの。ありがとう。それよりちょっと気になることがあるんだけど。気になることですか？今水の王の記憶を見たわ。この大陸の水に関する記憶が流れ込んできたの。水の記憶？うん。水枯れの原因とか黄昏の原因を突き止める手がかりになるかもしれない。本当ですか？ええ、私黄昏を止めようと思う。水の王の記憶を見ちゃったら止めなくちゃって思った。どうすればいいかは分かんないけど。師匠。あ、そうだ、ロって何ですか？私まだあんたの師匠かな。当たり前じゃないですか。こんにちは、ソウルさん。ああ、シャリーさんたちですか。いいところ、キース氏に関する情報が入っていますよ。え、どこにいるんですか、あのおじさん。カゲロウの城と呼ばれる遺跡が黄昏の海のどこかにあるそうですが、彼はどうやらそこへ向かったようです。カゲロウの城ですか？東の大陸の沿海にあると聞きます。まずはファーブ村の人々から話を聞いてみては？わかりました。ありがとうございます。あれってハリーさん？いやあやあ、お嬢さん方、また会ったね。ああ、どうも。あの、ハリーさん、キース・グリフさんって方を知りませんか？キース殿を探していると？一体またどうして？ちょっと用事があって。って、ハリーさんはキースさんを知ってるんですか？直接話したことはないが、姿を見たことはある。
ま、残念ながらこの辺りではとんと見かけてないだね。そうですか。そんなことより天井カズラには行ったかね。天井カズラ？なんと天井カズラを知らない。あの壁空を貫かんばかりの超巨大な植物の塔だよ。この町の南、入江を越えた先、今すぐ行ってきたまえ。俺、ほれ。ちょっと待って、私たちはキースさんを探してるんだってば。いいじゃないだって、他に手がかりもないし、行ってみようよ。なんか最近ステラはすごく奔放になってきたよね。肩の力は抜くことにしたの。ロッテのおかげだよ。ここが天井カズラ？すごい。続いてるんだろう。そりゃきっと空の果てまでだろうな。ねえねえ、どうしたんですか？私、途中まで飛んでっちゃってもいい？飛びたいって言ってなかった？自分で飛ぶのと高いところにいるのじゃ全然違うっての。あれ、ねえ、あの建物って、姉さん？ええ、あれが多分カゲロウの城。あそこにキースグリフさんはいるでしょうか？そんなのわからないわ。行ってみればいい。知りたいことがあるなら自分の足で調べる。欲しいものがあるなら自分の足で取りに行く。私はトレジャーハンターだから。かっこいいです、ユリエさん。行き当たりばったりなだけじゃないよそれ。あなたがそれを言うの？あ、オートマタ。これはアルに持ってったら喜ぶぞ。ほい、アル、あんたの好きなオートマタまた見つけてきたよ。わあ、すまないね。君たちのおかげで本当に幸せだな。でもさ、もういくつも集まってるはずでしょ？そんなにたくさん集めてどうするの？これくらいじゃまだまだ足りないさ。僕の夢を実現するためにはね。ひょっとしてオートマタのお店でも作る気なの？違うよ！まったく何言ってるんだよ、シャリー。シャリーさん、今のは全くもって誤解ですからね。僕はただオートマタの構造や作られた糸を調べることでより大きな命題を達成しようとしてるだけなんだ。それをまるで見た目にしか興味がないように言われてしまっては困るな。わかったよ、
ごめんね、アル。いや、分かってくれればいいんだよ。じゃあもし男の人とか動物とか変な形のオートマトを見つけたら、それもいる？あ、それは…いる！いるよ！あー、でもそういうのは無理に持ってこなくていいよ。大変だろうからね。これお礼だよ。またオートマタを見つけたら、ぜひ僕のところまで持ってきてよね。ここは以前海だったみたい。あちこちに水の跡とか海藻の跡が残ってる。ここが水の中？海ってそんなに広かったの？きっと美しい場所だった。どんな景色が広がっていたのか私でも気になる。この遺跡は錬金術で作られたのかもしれない。これがですか？ええ、床や壁に少しだけど見覚えのある連結があるの。私が使っているものと近い時代の錬金術なんだと思う。ミルカの錬金術ってことは新しいやつってこと？錬金術は基本的に全て失われた知識を。ただ繁栄していた期間は長かったの。シャルやシャリーが使っているのは、黎明の頃から受け継がれる原点に近い錬金術。私が使っているのは、それよりも後の時代に生まれた。何が違うの？私が使っている錬金術の方が、より使いやすいように一般化されている。だから、覚えることができるの。シャルやシャリーの錬金術が、才能に大きく左右されるのは、それだけ純粋な錬金術に近いからよ。そうだったんですか。悔しいけど、私にはあなたたちみたいな才能はなかった。だから学ぶことに逃げたの。勉強したからといって、誰にでも覚えられるものじゃない。そうだよ。ミルカのおかげで、私もステラもすんごい助かってるし。ミルカ、あなたはすごいわ。私が保証する。ありがとう、姉さん。何かが起きそうな気がします。ちょっと不安かも。こんなところに何の用だ？この間は母さんの病気のことありがとうございました。病気？あの、私が訪ねた。お前か。俺は医者ではない。故に礼を言われる覚えもない。それでも。そんな世間話をするためにこんなところまで来たわけではあるまい。
用があるのなら手短に済ませてもらいたい。キースさんの力を貸していただきたいんです。何のために？キースさんは黄昏について調べているんですよね。だから水源や管理装置にも詳しい。私たちと一緒に水枯れについて調べて原因を突き止めてほしいんです。水枯れなどに俺は興味はない。水源や管理装置のことなら役人にでも聞くんだな。水枯れは黄昏と関係があるんじゃないんですか？ないとは言わん。が黄昏を根本と見れば水枯れは表層的な事象の一つに過ぎん。でもそれでたくさんの人が困っていて。偽善的な人助けなどに興味はない。俺はただ世界の真実を知るために行動しているだけだ。なら私たちは水枯れで苦しい思いをしている人たちを助けたいだけ。そのためにキースさんの力が必要なの。話にならんな。いいか、他人に力を借りようと思うのならば相手に対してのメリットを提示しろ。水枯れを調べること、それを解決することが黄昏の真実に近づく一歩になるのならば、俺はお前らに力を貸すかもしれない。メリットですか？俺の調べでは水枯れは黄昏の原因とは直接関係がない。だがその予想が間違っている可能性は多分にある。論理を組み立てるための材料は揃っていないからな。それって俺が検証する価値のある情報を持ってくることだ。そう簡単に見つかるとは思えんがな。オディリア、ここの調査が終わり次第ステラードへ戻る。少しまとまった時間が欲しい。はい、マスター。ああ、キースグリフさんにとって価値のある情報なんて。ロッテ？ああ、ごめん、ちょっと考え事してた。どうしたの？その、ちょっと前に夢の話したでしょ？うん、ロッテは空が飛びたいって言ってたね。うん、でもあれは違うの。あれは他に答えがなかっただけなんだ。私、自分の夢、分かったかもしんない。水の王の記憶か。役に立つかしら。悪くない情報だった。少なくとも俺は精霊と契約できんからな。キースさんならこれで黄昏の原因がわかりますか？カゲロウの城やこの辺りの水源、そして水の王の記憶。仮説？水の王の記憶によれば、人はこの世界の水は無尽蔵であると考え、それを吸い尽くし、結果汚した。その時水の王はどうしたか。きれいにするために何かしたとか。当たらずとも遠からずだが違うな。水を自らの身を守るために隠れることにしたのだ。隠れる？水枯れの原因だろうな。すごい！じゃあ水の王が私たちの味方になったってことは水枯れは治るってこと？それは無理。水の王は人間を信頼したわけじゃなくて私との契約に応じただけだよ。お仕事みたいなものでさ、私の器に応じた力を貸してくれるだけ。水枯れを治してくれなんてお願い聞いてもらえるわけない。ない。じゃあどうしたら。
水の王が人間に対して不信感を抱く原因になったものを取り除いてやればいい。手がかりはおそらく地底だな。そこに人間の業が埋まっている可能性は高い。どういうこと？それよりキースさん、もしかして私たちに力を貸してくれるんですか？水の王の記憶は俺の興味を引くに十分なものだった。情報の対価程度の助言くらいはしてやろう。本当？やった！ありがとうございます、キースさん。俺は今の仮説をより確かなものにしたい。少し時間をもらうぞ。お前らはせいぜい錬金術の腕でも磨いておけ。これ、キースグリフの。ホーグ？なんだか不思議な形の武器。なんていうか、よくわかんないエネルギーがダダ漏れしてない？私にも使い方はよくわからない。でも言われた通りに作ったから。確かにキースさんなら余裕で使いこなしそう。っていうかキースさんはそこら辺の石とかでも普通に戦えそうなんだけど。これいらなかったかもね。シャリー、いろいろ取り揃えたお菓子をありがとうございます。どれも美味しいよ。遠慮なくどんどん食べて。では遠慮なく。あの、お茶もいりますか？ああ、そうだね。飲み物と一緒の方が美味しいよ、きっと。ありがとうございました。どうぞ。残念ながら取り揃えていただいたこれらのお菓子は一口にて刮目するには少々程遠い出来でした。刮目？期待していたほど美味しくはなかったってことじゃないかな。はい、お菓子の道とはより険しく高い崇高なものなのです。次はより素晴らしいものを所望します。オディリアさん、キースさんと似てきたよ。厳しいです。そうでしょうか。マスター持ちの一流のオートマタはマスターに似るものと言われますから、そうなのかもしれません。それは俗説に過ぎんが、どのような事象においても最善の結果を目指すのは当然のことだ。錬金術を極めようとしているなら、マスターの従者である私の求めるものも、またその高みにあるものとご理解ください。なんだかこれってお二人に怒られてるような気が。精進します。ということで、またの挑戦。大丈夫か？エスカさん！あれ、エスカさんどうしたの？甘いもの禁断症状らしいぞ。気持ちはすごくよくわかる。だって想像以上に果物の種類がないっていうか、頑張って確保しようとしてるんだけどうまくいかなくて。これじゃお菓子が作れなくて冷やがっちゃうよ。エスカさんの故郷ってリンゴがいっぱいあるって言ってましたもんね。シャリーちゃんたち、お願い、果物見つけたら持ってきて。こんにちは。わー、こんなにいっぱい集めてきて
です。いや、ちょっと待って。っていうか、そうだ、いいこと思いついた。みんなで美味しいお菓子をたくさん作って町の人たちに親しんでもらうっていうのはどうかな。え、みんなで？うん、お菓子作りが得意な人を集めてお菓子を作って町の人たちに振る舞うの。どう？楽しそうでしょ？はい、なんだかとっても楽しそうで美味しそうです。それじゃあ決まり。シャリーちゃんたち、早速だけどお願いしていい？お菓子作りに協力してくれそうな人を集めてくれる？できれば、そうだね、最低でも3人くらいは欲しいかな。参加者を集めてくればいいんですよね。わかりました。きっと一通り揃ったら私に教えてね。それじゃあよろしくお願いね。ソウルさんから新作のお菓子の味見に呼んでもらっちゃった。どんな味なんだろう、楽しみだな。お菓子の匂いに誘われてシャルロッテただいま参上いたしました。ああ、来ましたね。早速ですが。はい、待ってました。いや、お誘いしたのに申し訳ないのですが、お菓子は失敗してしまったんです。な、そんな、見事に黒焦げ状態でしたね。おそらくオーブンを加熱しすぎたことが原因かと。さようなら、ソウルさん。待ってください、用事はまだ終わっていませんよ。お菓子もないのにどうしろって言うんですか？実はもう一つ大事なお知らせがありました。あなたのご友人のミルカ・クロッツェさん、彼女が中央への小学生に選出されました。マジで？いえ、本当ですか？あなたを騙して何の得があるって言うんですか？あの、私帰りますね。今すぐミルカに教えてあげたいので。それじゃあ失礼します。ミルカさんにこの通知を持って行ってもらおうと思って。いいでしょう。ミルカが中央への小学生か。やっぱり何度考えてもすごいよね。早く誰かに言いたい。でもやっぱり一番に本人に伝えないとね。ミルカびっくりするだろうな。疑り深いからなかなか信じてくれなかったりして。でも本当に本当だって分かったらきっと喜んでくれるよね。うん、早く教えてあげなくちゃ。よし、ミルカ待っててね。ミルカ、ねえ聞いて、大ニュース。うるさい。バッサリ。でもミルカだって絶対絶対これ聞いたら驚いて叫んじゃうって。分かったから、早く用件を言って出て行って。あのね、ソウルさんに言われたの、ミルカが中央への小学生に選ばれたって。そう。その反応、もしかしなくても信じてないでしょ。別に。じゃあなんで喜ばないの？ひょっとして嬉しくないの？中央に行くってことは長い間ここを離れなきゃいけないってこと。姉さんにもアルにもあんたにも会えなくなるってこと。それでもシャルは私に中央に行ってほしいの。え、そりゃ寂しいよ。でも
中央で立派な錬金術師になるってミルカの夢だったでしょ。私のそれは無理。即答？もう少し考えてくれるかと思ったんだけど。錬成は得意だけどちまちました作業は苦手なの。そっか、ミルカが究極のめんどくさがり屋だってことすっかり忘れてたよ。ちょっと残念です。ミルカさんがお菓子作るところ見てみたかったな。参加はできないけど代わりの参加者なら教えてあげる。心当たりがあるんですか？一体誰が呼んだ？うわぁ、ユリエさん、いきなり後ろに立たないでよ。びっくりするじゃない。こう見えても姉さんは意外に料理上手なの。意外には余計。見た目通りと言って。いや、普通に意外だって。でもそれなら話が早いね。ぜひ参加してください。わかったわ。ちゃんと道具のお手入れ。あの、ユリエさん、道具っていつも使ってるナイフのことよ。私、出先で料理することが多いから。ですか。何でもいいよ。とにかくこれで参加者ゲットだ。オリービアさん、お菓子が大好きって聞いたような。何かご用ですか、シャリー。なるほど、それは興味深い催しですね。私の中枢回路も強い反応を示しています。それじゃあ参加していただけるということで大丈夫でしょうか。マスターであるヒースグリフの承諾を得る必要がありますが、この件に関しては私の強い意志で承認させますので。やる気いっぱいで助かります。みんなが驚くようなお菓子をお願いしますね。それは私とて同じことです。お菓子クイーンとして他の参加者の作ったお菓子は全て私がいただきます。はい。お菓子の品評会ということは試食しなくては味が分かりません。つまり全てのお菓子は私のものという論理です。私のお菓子の格納庫は底なしだとマスターも言っていました。いや、あの話聞いてました？オディーリアさん、ぜひ参加したいとお伝えください。拒否権はありませんので。なんだかオディーリアさんがいつもと違って怖いような。なんだか勘違いしてそうだけど参加を表明してるんだからこれでよしとしよう。ミルカが中央への小学生か。本人はあまり乗り気じゃなかったけど、ここは一つ気合を入れてお祝いしなくっちゃね。まずはプレゼントだけど、やっぱり錬金術に使えるものがいいかな。でもあんまり難しいものは作れないし。そんなことでおじけづいてちゃダメだよね。ミルカはこれからもっと難しい錬成ができるようになるんだろうし、私だって負けてられない。よし、絶対成功させるから。ゆっくり丁寧に相手のことを考えながら。どうか中央に行ったミルカが立派な錬金術師になれますように。ってさ、生まれた時はどんなだったの？ちょっと気になったんだけど。キースに言わないなら話してやるぞ。そんなすごい秘密なの？すっごい気になる。
なる。俺が生まれたのは、昔すぎて忘れてしまった。え、けど人間はいたような気がするな。それは普通なんじゃない？そうかもしれない。シャリーと似たやつ、いたような。錬金術師だった気がする。私と似てるって、なんだか照れるね。そうのんきな話でもない気がする。あまり思い出したくないことなのかもしれない。ねえねえソウルさん、頼みたいことがあるんだけど。なるほど、お菓子品評会ですか。エスカさんの考えそうなことですね。ね、面白そうでしょ。お菓子が好きなソウルさんにはぴったりな催しだと思うんだけど、出てみません？いやですね、出ませんよ。やっぱり、そりゃもちろん出てくれるって出ないんですか？どうしてですか？何か問題でも？私のお菓子はあくまで私自身のため、ついでにホムンクルスの給料として作っているものですから。そんなソウルさんのお菓子食べてみたかったのに。ソウル、悲しいこと言うな。おや、どうかしたんですか？お前のお菓子作りの腕前は俺がよく知ってる。誰よりもお菓子の味にうるさいお前が出ないとこの催しは始まらないんだ。お前のお菓子の価値をみんなに伝えるチャンス逃す理由はない。絶対に出て優勝しろ。お、珍しくホムホムが熱血してる。いいぞ、もっと言ってやって。うん、優勝することによる付加価値の発生については想定していませんでした。確かに一向の余地はありそうですね。いいでしょう。エスカさんにお伝えください。私が作れる最高のお菓子を準備して参加しますと。わかりました。伝えておきます。これで少しは面白くなりそうだ。ねえシェリーちゃん、この前話したお菓子品評会の参加者って集まってたりする？なんとか集まりましたよ。結構大変でした。本当に？すごいじゃない。それなら急いで品評会の準備をしなくちゃ。今からですか？そんな急に言われても。鉄は熱いうちに打てだよ。気持ちが冷めてからやっても楽しくないんだから。こういうことはでは覚悟を決めるしかなさそうだね。ですね。こうなったらとことんやってしまいましょう。これよりステラードお菓子品評会が始まります。みんなで美味しいお菓子を味わっちゃおう。主催者のエスカさん、進のほどはいかがですか？思いっきり腕を振るっちゃいます。たくさん食べてくださいね。そ
腕には覚えがあるの。このナイフ2本でどんなお菓子でも作ってみせるわ。すべてのお菓子は私のものです。どんなお菓子であろうと私は等しく美味しくいただきます。皆さん自信たっぷりの様子です。楽しみですね。ちょっと待ってください。優勝候補をお忘れのようですよ。うわ、ソウルさん、なんかすっごく気合が入ってるような。ソウル頑張れ、優勝だ優勝だ。ソウルさん、そんなにお菓子作りに情熱を。お菓子作りは人生の潤いにして至高の趣味ですから、私の優勝で終わらせていただきますよ。負けませんからね。なんか甘い匂いと裏腹に、すごい熱気を感じますね。なんだかとっても楽しそうなのかな。俺もちょっと心配になってきた。でもお菓子がもらえればどうでもいい。そうだよね、イベントなんだから盛り上げていかないと。みんな頑張って。ねえねえ、シェリーちゃんたちはこの地方の料理って詳しい？すいません、エスパさん。ううん、仕方ないよ。だってね、その料理、実物を見たことがある人はほとんど。どういう料理なんですか？なんでも、贅を尽くした豪華料理があるらしいんだけど、今は書物に作り方が載ってるだけなんだって。材料を集めるのも作るのも大変らしいけど、食べてみたいな。おう、来たな。中央から連絡が来たって聞いて。ええ、調査結果が出ました。どうやら水枯れの原因はこの地域の地下にあるようですね。お二人に集めていただいた水源の情報が。本当ですか？よかった。ソウルさん、地下には何があるんですか？それを調べるためにお前らを呼んだんじゃねえか。え？私たちが？でもそれってすごく大事な調査じゃないんですか？当たり前だ。だからお前らに頼んでるんだからな。もうこの町にはこの件についてお前らよりも詳しい奴なんていねえよ。ラウルさん、なんだよ、ビッグな仕事が欲しかったお前にはうってつけだろ。うん、でも、もうビッグな仕事とかそういうことはどうでもいいんです。なんだって？どういう風の吹き回しだ。私、ビッグになりたいわけじゃなかった。錬金術を練習したのも、ビルベル師匠に弟子入りしたのも、多分自分を認めてほしくて、ちゃんと自分にできることを見つけたくて。でもステラを見ててちょっと分かったんです。私？うん、ステラは村を救ってちゃんとした族長になるのが夢だって言ってた。それって単純だけどすごく難しいことでしょ。私のやりたいこともそれと同じでさ、単純なことなんだって分かったの。ロッテのやりたいことって？ちゃんとした力をつけて、その力をいろんな人のために使うこと。おいおい、そりゃ単純じゃなくて漠然としてるだけじゃねえのか？それでいいかなって。今はステラードを救うために頑張らなくちゃいけないし、ステラードを救った後のことはまた今度考えることにしました。
なんというか豪快だな。ダメですかね。いや、いいんじゃねえか。お前らしい夢だと思うぜ。私もそう思う。ロッテはすごく優しいから、きっといろんな人に必要とされるよ。やめてよ、照れちゃうな。とにかく今はステラードのためにできることをしなくちゃ。ソウルさん、私たちはどうすればいいの？組合の全力を挙げてこの地下への入り口を探していますので、しばらく待っていただけますか？入り口ですか？ええ、水枯れの原因は人間の作った装置にあるのではないかという仮説が立てられていましてね。もしそれが事実なら、地下には人間が出入りできる空間、そして何らかの装置が存在するはずなのです。ですから今はそれがどこなのか、どうやって行けばいいのかを調べている段階になります。人間の作った装置、キースグリフさんがそんなことを言ってたような。本当ですか？はい、人間の業が埋まっているって、ラウルさん、キースグリフ・ヘーゼルダインをここへ呼んでも？ああ、もちろんだ。お二人も後日改めて来てください。よう、シャリー。はーい、ホムホム。なったわけか。ホムンクルスってそんなあちこち旅したりするの？俺は他の奴らと違うからな。俺は昔からずっと外の世界に興味があってな、世界の真実が知りたいんだ。世界の真実か、それってかっこいいね。だろう。ホムンクルスなら一度は誰もが夢見る。いや、それは言い過ぎた。ともかく俺の夢だった。うんうん。そんな時ソウルと出会ってな。ソウルの仕事を手伝って冒険の資金を貯めたんだぞ。すごいじゃん、ホムホムってば。今はお宝探しで稼げる、一石二鳥だ。ホムラさん、夢を叶えたんだね。ホムホムって思ったよりかっこいいじゃん。なるほど、なかなか興味深い話だ。よう、キース、お尋ね者の錬金術師がどうした？俺も真理の追求をしていてな。いわば同志だ。なるほど、そうだったのか。思わぬ仲間だった。そこで提案がある。なんだ、嫌な予感がするぞ。ぜひ君を調べさせてもらいたい。繰り返すが、このような個体は類を見ないのでな。やっぱりそれか。ちょっと、キースさん。キースさん、何を？守ってこら。俺は断ったはずだぞ。真実に近づくための過程だ。協力してもらいたい。研究熱心って言っていいのかな。
げ親父ってなんでああなのかしら。これ見よがしにひげなんて生やしちゃってさ。師匠ってば、なんでそんなにイライラしてるんです？どうもこうもないわよ。いっつも子供扱いしてくれちゃって。自分が老け顔だからって私に意地悪することないじゃない。老け顔ってキースグリフよ。あの陰険ヒゲ親父に決まってるじゃない。笑っちゃいけないんだよね。こう見えてもこのウィルベルさんはとっくに立派な大人なんだから。魔法の腕だって誰にも文句なんて言わせないのに。なのになんでいつまでも認めてもらえないんだろう。キースグリフだけじゃないわ、大ババ様も私のことまだ一人前とは言えないって。いろんな魔法が使えるし、ちょっと危険なくらいの力も手に入れた。それでもダメなら私はどうすればいいのかしら。ウィルベル師匠なんてね。こんなとこで愚痴ってたらそれこそ一人前から遠ざかっちゃうわ。うじうじするのはもう終わり。次にやるのはキースグリフに対するスカッとするような復讐計画を立てることよ。どう？さすが私の師匠。バレたら怖いから手伝いませんけど、楽しみにしてます。やった、これでドラゴンをだいぶ倒したよね。まあとりあえずは人間にとってだいぶ安全になったはずよ。そういう言い方は引っかかるな。俺としてはこれでステラードの人間に認めてほしいところなんだが。だから人間にとっていいことをしたんだから普通に評価も上がるんじゃない？別に皮肉じゃないわよ。ま、それもそうだな。本当にこれで済めばいいんだけど。何をそんなに気にしてるんだ？何も問題はないだろう。まあ後で組合に行ってみればわかることだ。よし、私たちももっともっと頑張っちゃおう。あ、シャリーさん助けてくださいよ。なになに、一体どうしたの？え、俺っち？このこわもてのお客さんが営業妨害してくるんです。おいおい、なんだよその言い草はねえだろ。か弱い少女が店番してるのにつけ込んでむちゃくちゃにねぎってくるなんてひどくないですか？おう、お前さんもちった口が回るようになってきたじゃねえか。俺っちも嬉しいぜ。だけどな、俺っちに勝つにはまだまだ修行が足りねえな。例えばこれだが、原価を考えりゃまだまだ安く売れるはずだぜ。さあさあ、諦めてとっとと値下げするんだな。なるほど、そういうことか。でもカトラさんも一生懸命なんだし、あんまり値切りすぎるのは。いやいや、この嬢ちゃんはこれくらいでへこたれるような玉じゃねえから大丈夫さ。の、ブラブラ、もう一声、いけんだろ？な、何言ってるんですか？もうこれ以上値下げはできませんよ。大丈夫だって、お前さんなら頑張れるさ。ほら、ファイトだ、もう一声。レイファーさんって腕利きのハンターなんだし、お金だっていっぱい持ってるんでしょ？もういいじゃないですか。あいにく無駄なものに使う金のない男でね。さあ、哀れなおじさんのためにもうちょい負けてくれよ。わかった、わかりましたよ。いい値で売ればいいんでしょ？よくできました。聞き分けのいい子はおじさん好きだぜ。
められてるの初めて見たかも。レイファーさんってただものじゃないんだね。毎日掃除ばっかり。なんかもっとでっかいことがしたい。でっかいことって？そのでっかいことは、ほら、なんかこうかっこよくてすごくってみんなに褒めてもらえるような。それよりミルカの夢って何なの？ってミルカは立派な錬金術師になりたいんだっけ？中央への留学も経験済みだし、今だって依頼が山積みだし、もうほぼ夢を叶えたようなもんだよね。うらやましい。別にそんなんじゃないけど。いいじゃん、中央にアトリエを構えるエリート錬金術師様、かっこいい。寝言ばっかり言わないで、顔でも洗ってくれば？あれ、どこ行くの？帰る。え、そんな突然？ミルカ、あれ、あそこにいるのってオデイリアさんとアルバートさん？ああ、オティリア、君への恋に溺れたこの哀れな男からのささやかな贈り物を受け取ってもらえないだろうか。前半の情報は無意味であると判断したため解析を省略しますが、一体何を受け取ればよいのでしょうか。うわぁ、オディリアさん容赦ない。本当に意味が分からなかったのかもしれないよ。よく聞いてくれたね、オディリア。君のその麗しき唇から流れ出す鈴の音のような声は、なんて愛らしいことだろう。私の発声機関には鈴の仕組みは組み込まれていないとお答えします。オディリア、これは今朝咲いたバラの花なんだ。君の瞳と同じ空の色を映し取ったような色だと思わないかい？私の瞳の型番は判別不明のため省略しますが、この切り花がどうしたのでしょうか。これを君に捧げたくて昨晩から一睡もできなかったのさ。哀れな男と笑っておくれ。笑えというのは命令でしょうか、それとも他の何らかの行動を促すものなのでしょうか。だんだんアルバートさんがかわいそうになってきたんだけど。アルのやつ全然めげてないから、私はむしろオディリアさんがかわいそうになってきた。ああ、僕のこのささやかな贈り物が君の心に届いてくれたなら。はて、それは比喩表現のようなので検索いたします。少々お待ちください。贈り物を喜べという意味だと解釈しました。贈り物とは相手のために無償で物品を渡すことのようですが、切り花を差し出されても使用法がありません。そうか、でも贈り物なんて役に立たないものの方が気楽だろう。ぜひ受け取ってもらえないかな。マスターの弟子の妹さん流の表現が簡潔にお伝えできそうなので、そのようにお伝えします。贈り物だったら
相手の好みを抑えてから送らないとダメだよ。欲しくもないもの、もらっても仕方ないからね。以上です。では、私は用事がありますので、失礼します。オーディリア、君の好きなものは一体何なんだろうか。これも、恋する若者にあえて課した試練なのだね。アルのやつ、全然めげてないよ。ある意味才能だね、あれは。品物を届けて帰ってきたところなの。ちょっと急いでて喉が渇いちゃって。ああ、それならうちでお茶でも飲んでいったらどうですか。すぐ近くなんで。そんな、家の人に迷惑だし悪いよ。いつもお世話になってますし、どうぞどうぞ。シャリーちゃんも一緒に来て。はい、こっちですよ、エスカさん。それじゃあ言葉に甘えさせてもらおうかな。うち狭いですけど、どうぞ。あら、シャリーちゃんたちと。あ、シャリーちゃんのお母さんですか。中央から派遣されてきました、エスカメリエです。シャリーちゃんたちにはいつもいつもお世話に。まあまあ、くつろいでちょうだいね。エスカさんは錬金術の大先輩なんです。大先輩って、二人とも頑張ればすぐに追いついちゃうと思うよ。あとね、エスカさんはすっごくお菓子作りが上手なんだよ。あら、それなら今度ぜひ食べさせてくださいな。じゃあ、お茶を入れてくるわね。してて優しそうで素敵なお母さんだね。まあ天然なだけなんですけどね。私のこともとても可愛がってくれるんです。シャリーさんと姉妹みたいに。エスカさんのお母さんはどんな人なんですか。やっぱりお菓子作りが得意とか。お菓子作りはそうでもないかな。絵本作りは得意だけど。絵本ですか？すごい。私のお母さん、私が小さい頃に死んじゃってね。私はオートマタに育ててもらったんだ。オートマタに？何でも知ってて優しくて、いたずらをすると時々叱られて、人間の女の人とどこも変わらなくて。だから、すごく幸せな子供時代だったなーって思うんだ。そんなことがあったんですね。すみませんでした、聞いちゃって。ううん、いいの。仕事が落ち着いたら、また会いに行きたいな。その時は、ぜひ誘ってくださいね。私も、一緒に連れてってください。えへへ、よかった。そう言ってもらえると嬉しいよ。あれ、なんか様子が変だけど。こんにちは、調子はどう？いいように見えます？どうかしたんですか？水が。水？ああ、水！そういえばどうなったの、あれ。そろそろ売り上げもらえる頃じゃないかな。もう、あんなの売れるわけないじゃないですか。なんで？絶対売れるって自信満々だったじゃない。あのですね、お二人ともその前に最近ご自分が何をしたかよーく考えてみてください。最近ですか？え、
別に怒られるようなことなんてしてないよ。新しい水源が見つかってみんな喜んでるって聞きましたよ。みんな喜んでるんだ、よかった。ああ、それね。うん、でもおかげで水不足もちょっとは解消しそうだし、悪いことなんて何にも。あ、ちょっと。どうやらお気づきになったようですね。水不足が解消されちゃったら高い水なんて売れるわけないじゃないですか。あちゃー、そういえばそうだね。おかげで普通の値段にしないと全く売れませんよ。ああ、こんなかさばるものたくさんあって商売としては邪魔なだけです。叩き売りするしかないですよ。私も儲け損なっちゃったけど、結果的には良かったのかも。おお、君たち、こんなところにいたのか。あ、ハリーさん、何かいいことありました？いかにも、今日は最良の一日と言えるだろう。それというのも、このハリー・オルソンの自伝、ハリー列伝が刊行された日であるからだ。よかったじゃないですか、やりましたね。うわ、なんかすごく分厚いよ。何ページくらいあるんだろう。この極めて有意義な書物を僕の若き友人に送りたいと思うのだが。もちろんですとも。その、お気遣いありがとうございます。なーに、気にすることはないよ。執筆のきっかけを与えてくれた君たちへの当然の報酬だと思ってくれたまえ。僕が前に書いた世界の秘境からも名著だったが、これはその上を行く不朽の名作に仕上がったと自負しているんだ。もし落ち込むことがあれば、いつでもページをめくるといい。遠い日の僕の冒険が心を鼓舞してくれるはずだからね。いくら気になるからって街中で読み始めてはいけないよ。それでは僕は失礼するよ。まだまだ僕の瞬間を待ち望んでいる人は数多くいるからね。次の機会にでも感想を聞かせてくれたまえ。こんな分厚い本、私読んだことないよ。本当に読めるかな。ねえミルカ、ちょっと教えてほしいんだけど。何シャル、騒がしい。あのさ、探索の道具を作ってみたんだけど、これ何に使うのかわかる？ミルカならわかると思って。あんた、使い道もわからないのに作るって相変わらず行き当たりばったり。そんなこと言わないで教えてよ。トラベルゲート。トラベルゲート？これさえあればいつでも町に戻れるの。それすっごい便利な道具じゃない。早速使わせてもらおうと。私、シャルのそういうところ嫌いじゃないけど、時々すごく疲れる。おや、ちょうど良いところにちょうど良い人たちが。マスター、この二人に頼み事をしてもよろしいでしょうか。俺をマスターと定めるからといって遠慮はいらん。君の頼み事は君の自由だ。では遠慮なく頼み事をさせていただきます。
だろう。なんかものすごい頼み事だったらどうしよう。シャリー、お願いがあります。甘いものをいろいろ取り揃えてほしいのですが。あ、甘いもの？お菓子とかですか？甘いものは疲れた脳と心を休めるのに良いのです。よろしくお願いします。わかりました。あの、キースさん。なんだ？キースさんの好みはどんなお菓子でしょうか？なぜ俺に聞く？頼んだのはオディリアだ。え、だってキースさんが食べるからオディリアさんが頼んだんじゃないんですか？それはもしや、私がオートマダだから食物を必要としないという偏見による過程でしょうか？え、違うんですか？確かに私の機能面においてはいわゆる食物は必要ありません。しかし私は甘いものが脳と心の疲れを癒すのに非常に効果的であることを学んだのです。というわけで俺には一切関係ない。彼女の望むものを作ればいい。はい、わかりました。機能上複雑かつ優れた生物ほど余剰を望むものと聞き及んだことがあります。不自然なことではないでしょう。そのようなわけでお二人にはぜひお願いいたします。あれ、ハリーさん？やあ、君たち、ペリアン氏に挨拶かね。関心なことだ。若いうちに得るべきは立派な人物からの薫陶だからね。そういう君は確か遠い土地からいらっしゃったハリー商会長のハリー・オルソン様です。ハリー商会？知らんな。そうでしょうな。何しろここから中央までよりさらに遠い地方から真実を求めてやってきたのですからな。お近づきの印にこの本を贈呈しましょう。各界に絶賛された私の著書でしてな。世界の秘境から。いやあ、この町は知れば知るほど素晴らしい。練り金術による水源確保といい、この活気といい、尊敬に値しますな。この町の浄水装置は我が町の自慢でしてな。黄昏に侵されぬための切り札なのですよ。なるほど、これはますます興味深い。このこともぜひ著書に記して全世界に発信しなければ。いや、ステラードの大切な秘宝を暴き立てる野暮な行為になってしまうやもしれませんな。何、構いませんよ。どれだけ暴かれようと秘宝は三千と輝き続けるものですからな。オルソン氏であったか。同じ商会長として歓迎しますぞ。ペリアン殿、そう言っていただけると思っていましたとも。さあ、オルソン殿、向こうで旅の話を聞かせていただけないだろうか。あの二人が意気投合しちゃったよ。びっくりだ。こんなことを申し上げてよいものかわかりませんが、自分も驚きです。それにしてもここには本当にいろんな品物があるのね。うん、品揃えはいいみたいよ。遺跡から発掘された品物なんかもあるし。あ、ほら、あそこでもやってるやってる。その品物に目を留めるとは、さすがハリーさん。うん、あまたの商品の中からこれがパッと目についてね。このような一品ともなると
その進化を理解する人間をおのずから選ぶものなんだよ。私、あのガラクタに選ばれなくて本当に良かった。ハリーさんってばまたいわくつきのガラクタに騙されかけてるんだ。ん？あの品物って師匠、あれ欲しいのかな。ハリーさん、それよく見つけましたね。おお、君、そうだろう。よく見てくれたまえ、この独創的なフォルム、年月を経たとおぼしき深みのある色合い。その通りですとも。いや、やっぱり見る目のある方たちは違いますね。ところで、私、遺跡の探索に行ってきた専門家からこんなものを譲り受けたんですけど。これは、君、ぜひ僕に譲ってはくれないかね。そうですね、手放すのは惜しいですが、まあ価値のわかる方にもらっていただけるなら、それもいいかもしれません。なんと素晴らしい出会いに感謝しようじゃないか。そっちよりこっちの方が質が高いです。え、使い道もわからないのにどうやって質の高さがわかるのかしら。こっちは専門家の鑑定済みなんだけどな。よし、わかった。いいねで買おう。そう、それなら。ま、ざっとこんなもんね。さすが師匠、すごいな。それにしてもあんな高級なものポンと出せちゃうんですね。あ、あれガラクタよ。え、それは。え、ひょっとして師匠も結構悪どかったりするんですか。私にとってはってことよ。ハリーさんには大事なものかもしれないでしょ。ってことで、儲けた儲けた。あれくらいじゃないとお金って稼げないものなのかな。うわ、一体誰を信じればいいんだろう。こんにちは。シャリーちゃん、いらっしゃい。あれ、ミルカも来てたんだ。そういえばエスカさんって中央から来たんですよね。ミルカもちょっと前まで中央に留学してたんですよ。あ、そうなんだ。遠いのに偉いね。いえ、別に。私も行ってみたいな。きっと美味しいものとかおしゃれなものとか、なんだかすっごいものとかあるんだろうな。でも私の同僚は、中央はみんなが夢をつかみに行く場所だって言ってたな。なんかかっこいい。そうだね。でも私の夢は中央にはなかったんだけどね。あれ、そんなに不思議だった。だってエスカさんは実力ある錬金術師だし。ミルカちゃん、錬金術って中央じゃないとできないわけじゃないんだよ。私は故郷の町で知っている人たちのために頑張りたいなって思ったの。錬金術だったりお菓子作りだったり、いろいろなやり方でみんなとお話しして。そういう錬金術師もいるんだ。優しくってとってもいいところなんだよ。ミルカちゃんにもシャリーちゃんにもいつか遊びに来てもらえたらいいな。
嗅ぎつけたな。あ、それはエスカさんのタルト。羨ましいか。錬金術で作ったんじゃなくてちゃんと焼いたものだぞ。ホムラちゃん、やっぱり調合したものより焼いたものの方が美味しいですか？そうだな、単なる気分の問題だな。はあ、気分の問題ですね。そういえばコルセートの同僚もそんなことを言ってました。やっぱり調合だと元の素材が何だったか思い出しちゃいますよね。そうですか。私、美味しければ気になりませんけど。はーい、私ちょっと気になるの分かる。気になる派優勢ですね。そうだね、私も美味しければどっちでも気にならないんだけどな。同じ錬金術師でもいろいろだな。そういえばコルセートでは役人の錬金術師ばかりとあったな。シャリーたちは何かと新鮮だ。何がどう新鮮なのかが気になるんだけど。シャリーたちは俺たちトレジャーハンターと似た匂いがする。役人になっちゃうと言われた仕事をこなす感じになっちゃうからかな。そういうもんなんですかね。あ、キースさんは？あいつは苦手だ。え、どうしてですか？あいつは俺の秘密をやたらと探りたがるんだ。興味があるだけですよ。親しくしてあげればいいじゃないですか。エスカはある日俺がバラバラの解剖死体になってもいいのか。なんだか具体的な怖がり方だな。なんざら想像できなくもないところが怖いかも。だろう。俺はまだ開きになるのはごめんだ。よう、お前たち聞いてるぜ。なかなかいい働きをしてくれてるみたいじゃねえか。おかげで住民の被害が格段に減ったという報告も上がってきています。そうか、ならよかった。非常に助かっていることは助かっているのですが、一つ懸念もあるのです。懸念？はい。これだけ急激にドラゴンの個体数が減ったとき、果たして生態系に何も影響はないのだろうかということです。生態系って？自然界の頂点がいることで成立していたものがいなくなった結果変わってしまうことがあるという話です。何が変わるんですか？それは分かりません。ドラゴンの生態がはっきり知られていないですからね。でも何も起こらないとは思えません。その時はドラゴン狩りをやめりゃいいだけの話だろ。そう簡単にいけばいいんですけどね。狩りをやめたらすぐにドラゴンが元の数に戻るわけではありませんから。なんだよ、ここまでやっておいてやらなきゃよかったって言ってるのか。いえ、そうではありません。実際この町ではたびたび住民がドラゴンの被害に遭ってきました。これからは件数は減ることでしょう。これはいいことなのは間違いないのです。ただどんなことが起こるかわからないというのもまた事実です。自然相手に絶対ということはないのですから。じゃあ俺たちはどうすればいいんだ？今まで通りやってくれ。評価してるのは本当だからな。どうなるかわからねえなら何かあった時に考えりゃいい。そうだよね。じゃあ難しいことはソウルさんに任せて、私たちは頑張って仕事するだけだよね。そうだな、気にすることはない。エスカさんって飛空艇を作ったんですよね。私だけじゃなくてみんなの力で作ったんだけどね。
でもすごいです。空を飛ぶのってやっぱ憧れますよね。シャリーちゃんもそう？実は私もだったんだ。だから飛べた時にはもう感動で、聞いただけでワクワクしてくる。それまでも気球に乗ったことはあったんだけど、やっぱり全然違ったな。いいな、空を飛べたら黄昏の海がどこまでも広がって見えるんだろうな。あ、でもそれってちょっと残念な感じかな。そんなことないんじゃないかな。自分の見てた世界がこんなにちっぽけで、世界はもっともっと広いんだって、それだけでも素敵だよ。私もいつか空を飛べるようになるんだ。ああ、シャリーさん、それとミルカ・クロッテさんですね。今日来ていただいたのは、先日お伝えした中央留学について。ありがたいんですけどお断りします。は？何言ってるの？ごめんなさいソウルさん、ミルカってば今なんだか混乱しちゃってるみたいで。シャル、違うの。私は本気。中央への留学は私の夢を叶えるためには。だって中央で勉強して偉い錬金術師になるのがミルカの夢だったのに。それ違ったみたい。中央にこだわってたのは私の考えじゃない。それが立派で偉いことなんだっていう世間の考えに流されてただけ。エスカさんの話を聞いて大事なのは自分が何をしたいかをよく考えることだって。私はここにいたい。中央なんかのよく知らない誰かのためじゃなくて、この町の、それが今の私の夢。では今回の話は別の方に。はい、お願いします。どうしたの、シャル？感動した。はあ？ミルカ、偉い！私、感動しちゃったし、嬉しいし、びっくりしたし、なんだかもう、よくわからなくなってきちゃったよ。シャル、やめて。かゆいから。エスカさん、あまり散らかさないでくださいね。こんにちは。あれ、エスカさん、何してるんですか？どっかに植物辞典なかったかなって思って。植物ですか？この地方特有の植物が見たかったんだけど。何か珍しい植物でも見かけたんですか？もしかして新しい食材発掘とか？違うって。これね、大切な友達からもらった種なの。だけどどんな植物の種なのか知らなくて。確かに見たことがない種ですね。やっぱりそうか。どうせならこの種が喜ぶような最高の場所に植えてあげたいなって思ってるんだ。そんな風に思ってるって知ったら、そのお友達も喜んでくれそうですね。うん、喜んでほしいな。